はい、こんにちは。トルーパーズの山中です。今日はブルーフォースギアの、10スピード M4 バンダリア各色を紹介いたします。はい、まあこのように肩掛け、そして腰で1本しっかりと固定しておくという、まあ、今ちょっと緩ませてますけど、タイトに調整してくれると揺れません。はい、当たり前だよね。笑わない笑っていいよ。で、こちらはこのようにまず、はい、M4 のマガジンポーチがスロットが3個で、背面にも3個で、合計6本の M4 を、M4 のマガジンを収納して携帯することができます。でですね、構造はこのように、下の部分が真横に伸びています。まあウエスト部分なので、で上の部分はこのように斜め上に、縫製されています。で下の部分が M4 の蓋の下ですね、ではちょっと補強された素材になっていて、でこれをちょっとまずは、まあ、バックルが ITW 製だなんだかちょっと置いといて重量を測ってみましょう。いや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 、よいしょ、なんと 150g と出ました。 150g ということは、はい、こちらのホッチキスが 96g なんです。そのちょっと 1.3 倍ぐらい、はい、非常に軽量です。で M4 のマガジンを実際に刺していくのですけども、こうかちょっとね、なんつうのかコツがあるんだよね。これからブルーフォースギアの10スピードを購入を考えている方に、入れるとききついんでしょっていう、普通にこのように入れるんではなくて、ちょっと傾けるんですね。傾けちゃう。そうそう、ちょっと傾けちゃう。だからこうか。こんな感じ。こんな感じ。うん。だから下も、まあいいや。不親切な説明。はい。こんな感じで。うん。で、あとちょっとついでに AK も入るので、ちょっと実践してみます。マガジンチェンジだっていう時に、まあ、これダンプポーチかなんかに入れたとして、素早くここから抜いてちゃんとやることができると。すごいでしょ、なんか新入社員が感動しておりますけどまあそういうわけで、こちら何だろう、6本入りますよ。で、まあ、こんな感じですかね。よいしょ、
そういうわけで、下の方にリンク貼っときますので、よかったら検討の方よろしくお願いいたします。はい、以上ありがとうございました。